じゃあ一級取るっていう企画しましょう、これから。え、やばい、待って、はぁー、もう、でも960ぐらい、え、これで落ちたら超大恥なんだけど、どうしよう。どうだよ、始まりました、もちチャンネルさ。なんかめっちゃ来てない？え、来すぎじゃない？みんな来てない？大丈夫ですか？心配ですよ、私は。いやいや、いつも遅刻して ね、今日も1時間以上遅刻して。いや、でも事前に連絡しましたよ。事前に連絡したら OK、 ちょっとこれの時間からでいいですかって。はい、そんなマリモさんなんですけど、もうね、早稲田を卒業して、はい、社会人になったんですが。そうですよ、テストが大変ですよ、毎日テスト、研修の。ああ、そういうことですね。そうなんですよ、はい、でもまあ英語は使う生活。いや、まだですね。まだ実技の、実技っていうか、こう派遣じゃないわ、あの部署に配属される前は、うん、まだ研修期間なので、はいはい、その海外の人とやり取りとかもなくて、ただただ、そう、私 IT なんですけど、IT の基礎知識を学ばなくてはいけないという、この文系にとっては苦痛で仕方ない期間ですね。まあ今までね、いろんな大学入試の問題を解かされたと思うんですけど、はい、今日は英検1級の単語。え、やばい、待って、もう新しい。いや、聞かされてないんですよ、お互い。なんかラフすぎて、ラフすぎて、だいたい伝えないんですけど。あ、そうなんですね。今回はですね、ただまあ問題解いても著作権上使えないんで。おお。なんでちょっとね、答えになった単語たち今送りました、見ていただいて。来た、来たよ。そうやって見るんだ。はい、来たよ。え、これなんかコメント来てたな、そのな、あ、そうか、前になんか、カバンかけんなみたいな。これ携帯の紐ですよ、はい、カバンかけんな。さあ、何も分かんない、大丈夫ですね。あ、すごい、フォントが全然変わっちゃうの。さあ、これ見てどれぐらい知ってんのか。いかちで分からない。それどれぐらい、じゃあちょっと一応帰国子女で、そして早稲田を卒業して、まあもちろん早稲田大学で全然、ね、また言われるコメントで、これが早稲法かって。そうどれぐらい知ってんのか見て。一個も分かんない場合でしたら、そんな一個も分かんなかったらもう帰国子女っていう称号剥奪。え、一回剥奪じゃもうします。白旗で、もう単なる早稲田卒アイドルみたいな。あ、そう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 、そんなのいっぱいいるよ。いいよ、それでも。それダメです。で、見たことあるけど、はい、実際どういう意味か分かんないです。え、じゃあさ、例文出してくださいよ。絶対そうなると思ったよ。ガチで分かんない。あー、まだまだ。あ、これ何、準1級？準1級、これ準1級レベルだわ。あ、じゃあ準1級は持ってるわ。だって持ってんの。うん、1級は持ってない。よし、じゃあ1級取るっていう企画にしましょう、これから。え、あれも勉強して1級取ろう。あの、あり、あり、うん、ということで平均級取る宣言しましたんで。今、嘘でしょ。嘘じゃないです。申し込んでください。マジか。申し込めんのかな、今ちょっと見てみよう。え、でもさ、面接あるんでしょ。面接なんか余裕でしょ。たる、え、やばいね。で、確かに英語の勉強にはなる。まだ大丈夫だね、4月だから。え、待って待って、そんな早く取るの。え、そんな早くテスト受けるの。もちろん6月ガチ。その日にだからアイドルの仕事入れないでください。エナビ会員になっといてください。ねえ、森哲さん入ってよ。やだよ、俺。なんで？だって全部来るよ。届く意味ないじゃん。確かに。メールでのお知らせでいいよ。メールでのお知らせ。私メール見ないんで。よかった。今本当にここで申し込みをさせています。融資は出してくれるんですか？融資、うん、使い方。融資は出してくれるって。はい、合格すれば、うん、もうそのまま受験料も、はい、嘘でしょ。あげます、あげます、あげます、はい。え、でも、事前払いは自分でってことですか。やばすぎでしょ。事前も払いたくないと。いや、無理ですよ、ないっすもん。でも嘘ばっかり。いや、本当に、もうだって新社会人やばいですよ。全部なくなりました、卒業旅行で。どんだけ豪遊したの、卒業旅行で。本当にやばい。あ、もう学生じゃないんだ。やばい、やだ。会社員だって。絶対今の期間じゃないでしょ。私研修やで、今。研修中にも英語ぐらいできるじゃん。え、だってあれですよ、コンピューターでもう今まで触れたことないさ、アナザーラングエッジ習ってんですよ。まあ確かにそれはそう。でも、でも英語だったらできるから。できない。でもこれぐらい受かっとかないと、ね、そうそうそう、それだってあるのとないのじゃ、もう他の人へのイメージ。じゃあ森哲さん出してくだ。あー、もう閉じちゃったよ、あんなに入れてたのに。え、無効になりました。ちょっと待って、もう一回送んなきゃダメだって。うっそー。マジで再送。もうやめてよ。こういうところがね、マリモさんなんです。そうなんですよ。
人生生きづらい。もう決まっちゃってんじゃん、6月4日って。6月4日。大丈夫、入れて。入ってるな。はい、入れて。ちょっと今のとこちょっと。入っちゃってるな。待って、ねえ、本当にさ、これ何時、朝の何時から起きれんの？いや、そこでね、ちゃんと取らないと。じゃあ分かった、ねえ、受験料払ってもらって、はい、合格したら受験料と同じ賞金をもらえるっていうのはどう？賞金？どう？それならめちゃくちゃ頑張るんだけど。いくらするんだろうね、そもそも。確かに、いくらかかるんですか、この受験って。調べてみて。値上がりしたのは覚えてるけど。いや、いいよ、どうせ俺が払わされるんだから。いや、でもさ、なんかご褒美ください。じゃあ、わかった、はい、じゃあ今私がめっちゃ欲しい、はい、エアタグはどうですか。何エアタグって。アップルのさ、探索できるやつ。知らないの。この1639円のあ、それはケース。こっちでしょ、本体は。何これ。なんかお財布とかに入れてると、うん、なくした時にどこにあるか。あ、そうそう、はいはいはい、映画とかで見たことあるわ。海外、海外の映画に出てきた。じゃあそれね、よかったら。わかりました。3つ。なんで。お財布と、あ、じゃあ2つでいいよ。お財布とキーホル、キーケース。やった。めっちゃやる気出てきた。頑張る。ねえ、これだって。はい、はい、11,700円。クレジットカード払い。見てもここ。あ、ねえ、やらしい。違う、これ番号ないから、ね。あ、番号。なんで？そうそう、番号。盗まれないようにってこと？そうそう、だから取られてもだからできない。すごっ、すごくない？今時そんなんなんですか？そうです。あれメモられて取られちゃってる人いっぱいいる。本名公開してるんですか？してますよ、全然。全然普通に。普通にしてる。私知らなかったんだけど。どんだけ知らない、どんだけ。それあなたが興味なしに何も見てないから。いや、違うよ。大丈夫ですね。はい、完了しました。うわ、ガチじゃん。あ、そうね、両方とも一次試験、二次試験ちゃんと。一次合格した二次試験がありますから。落ちます？いや、落ちたら困るわ。いやいや、普通どんな感じなんですか、一級って。でも、ちなみに、うん、活用はしないじゃないですか、絶対。あー、そうね。そうジャパニーズスタイル、イングリッシュ、ジャパニーズスタイルスタディじゃないですか。いや、でも、いや、多分ね、リスニングは何の難しさもなく終わる。トーフルと同じぐらい。全然トーフルより優しい。あれ、トーフル何点？トーフル、クソですよ。トーフル、いや、100超えてたわ。102です。100超えてれば一級なんか余裕で受かるはず。トイックとはまた別ですか？全然違う。トイックも受けるんですか？トイック受けたよ。受けたんだ、いつ、うん、去年の。どれくらい取れたんですか？でも960ぐらい。あ、ほら取れてるじゃないですか。だからでもさ、なんか単語とかなかったじゃん、トイックとかトーフル。まあ単語単体、まあ、文中とかだけどね、トーフルは。英検はさ、もう単語じゃん。そう単語。それ多分それが無理だわ。じゃあでも、もう申し込んだんで、もう逃げられませんので。やばい、マジで人のお金で受けるには逃げられない。分担だけあるわ今。文章こんなの楽勝だから。あ、借りていいんすか？はい、文とあっち、これが読解のやつなんで。読解じゃなくて単語問題の方が難しいんで、単語問題のじゃあ参考書は今度また買ってあるんで、うん、やったー。そちらあげますんで。いや、確かに。待って、でも、はい、こんなのさ、こういう企画じゃないとさ、はい、いや、後でとかさ、そうなるから、めっちゃありがたいかもしれない。これで落ちたら超大恥なんだけど。そうです。どうしよう。絶対落ちれませんので。起きれなかったなしですよ。起きれなかった起きれなかったらは、払うわ。そうです。ペイバックする。そう、いや1万ぐらいでとかなっちゃダメですよ。分かった分かった。あ、じゃあペイバックらしい。エアタグもなしね。エアタグをじゃあ俺がもらう。あ、うわ、いいね。あり。うわ、それ絶対起きるわ。だって私が欲しいものをさ、あげなきゃいけないでしょ、わざわざ。やだわ、それは。で、多分俺はいらないから誰かにあげる。ねえ、使ってよ、そしたら頑張って。まあ、多分大丈夫だと思うんで、分担は簡単だと思います、これは。どういう意味ですか、分担。分担ってか、文章中のやつなんで、単語問題とは別のものなんで、単語問題の方が。これさ、構成は何なんですか？一級は。何が。それすら知らない。知らないですよ、だって受けるやつじゃなかった。単語問題、リーディング、ライティング、で、リスニング。ライティング and listening。はい、で、ライティングは大丈夫だわ。二次試験がスピーキングですね。どういうスピーキングですか、なんか。面接、スピーチ。What do you think about? みたいな感じで。まあ、最初にトピックあって選んで、もう絶対大丈夫。そんな知ってりゃ、はいはいはいみたいな。でも私、政治問題とかマジで詳しくないです。法学部、頑張って。いや、本当にね。2分の。2分さ、プレゼンテーションってことですか、はい、そうそう。スピーチ絶対大丈夫、大丈夫。本当に、はい、スピーチして、その後質疑応答です。ね、どうします？ね、1時受かって2時落ちたら。もうそれはね、あ、じゃあレギュラー。やだー、嘘
嘘でしょ、頑張んなきゃ。そうそう、高得点で合格してください。え、ギリギリでも別に合格は合格ですよ。でもやっぱさ、動画出てる的に、え、でもだって動画の人は喜ぶじゃん。っていうのを喜ぶと思うよ。わあ、マリモすごいんじゃんやっぱり。それで入試問題解けないだったら成立しますよ。なんだ、入試問題も解けないし英検もできないじゃん。わ、何にもねえじゃんみたいな。ということで、マリモさん頑張りますということでした。ぜひ応援してください。やばい、こんなはずじゃなかったんだけど、どうしよう。1時間遅刻して、俺もいきなりお金払ったいきなり払った。エアタグゲットだぜ。いやいやいや